九十一。遠野の町に山々のことに明るき人あり。元は南部断尺家の鷹城なり。町の人あだ名して鳥御前という。早知ね六甲牛の木や石、すべてその形状と在所等を知れり。年取り手の地、キノコ取りにとて、 一人の連れと共に入れたり、この連れの男というは、水蓮の名人にて、藁と土とを持ちて水の中に入り、藁地を作りて出てくるという評判の人なり。さて、遠野の町と猿ヶ石川を隔つる無形山という山より、綾織村の続き石とて、珍しき岩のあるところの少し 上の山に入り、両人、別れ別れになり、鳥御前一人は、また少し山を登りしに、あたかも、秋の空の日陰、西の山の葉より、四五軒ばかりなる時刻なり、ふと、大なる岩の陰に、赤き顔の男と女とが立ちて、何か話をしておるに出会いたり、彼らは、 鳥御前の近づくを見て、手を広げて押し戻すようなる手つきをなし、静止したれども、それにもかまわず生きたるに、女は男の胸にすがるようにしたり。ことの様より、との人間にてはあるまじと思いながら、鳥御前は、ひょうきんな人なれば、戯れてやらんとて、腰なる切り葉を抜き、打ちかかるようにしたれば、 その色赤き男は足を上げて蹴りたるかと思いしが、たちまちに前後を知らず。連れなる男はこれを探し回りて谷底に気絶してあるを見つけ、介抱して家に帰りたれば。鳥御前は今日の一部始終を話しかかることは今までにさらになきことなり。己はこのために死ぬかもしれず、 外の者には誰にも言うなと語り、三日ほどの間、闇て見まかりたり、家の者、あまりにその死に用の不思議なればとて、山伏の健康院というに相談せしに、その答えには、山の神たちの遊べるところを邪魔したるゆえ、そのたたりを受けて死したるなりと言えり、この人は、 伊能先生なども知り合いなりき、今より十四年前のことなり。